ははい。い、えー、皆さんこんこにちは、えー、今回、何に関して、ね、言及させていただきたいかというと、あのー、今、ね、は、まあ、実際にさせていただいた北海道に、20年ぶり北海道に来ました北海道到着ということでこれから1か月と1週間ぐらいかな北海道内で回り魅力的な場所を皆さんにお伝えしていければなと思っています、えー、その中でまあ今回、ね、質問いただいた、まあ、今、ね、ちょうどテレビ見てるんですけどホテルでテレビちょっといろいろなボリビアの、ね、政府からのちょっと仕事依頼があってそれでやり取りしていたんであれだったんだけど えなんか菅さんがね捜査に決まりもある、これ予想通りだよね、菅さんだったっていうのはね、まあ、これは前から分かってたんだよね、で、えー、今回は今気合い入れていきます、でさっき言ったようにね、ねこの前の動画でアップさせていただいて、ちょっとそのビデオカメラ以外の充電器忘れちゃったんで買わないといけないんだけどね、ねそこら辺ちょっと大変っていうか、忘れちゃってね、最近物忘れ激しいんで、ちょっと気をつけないといけないなと思いました。で今回は 視聴者の方から質問いただきましたその質問に対してのご回答をさせていただきたいと思います、えー、文章のまま読、ね、まさせていただきたいんだけどさささんんさんこんばんは,、えーこんにちはえー、質問させてください私は学生時代から1人旅が好きで比較的短期間2週間ぐらいの渡航をよくしていました、えー、その頃は片道チケットやオープンチケットで渡航することが多かったのですが最近では入国の際に多くチケットが必要な国も増えてきたと思いますと。 えー、帰りの便を、えー、旅行者にお願いしてダミーの旅行券を用意してもらうことがありましたので国によってはね、えー、税関で帰りの便を質問された場合にきちんと英語等で説明され,れできれば通れたようですが、えー、大きく見た場合に東南アジア圏、えー、ヨーロッパ圏アメリカ大陸に日本から渡航する際の最近の海外入国時における片道や往復航空券事情を言及していただけますかなせんかよろしくお願いしますということですね。この件に関してて言及させていいいたただきたいと思います 今まで、海外出始めて20年以上で。で、えー、その中で長期留学したら2年が行ってました。そして、えー、駐在でフィジー対ベトナムに行ってました。えー、その中で、海外を見てきた中でね、えー、実際自分自身が93カ国渡航して、190本以上ね、70社以上190本以上の、えー、いわゆる便を利用してきた中で、入国もかなりしてきた中で言わさせていただきたいと。これは、空路だけじゃなくて、回路、陸路もあるんだけど、その中で、まずね、 あのー、日本人っていうのはねビザなしで行ける国が、まあ、世界で、ね、一番とは言われています、ただ、そのねせビザなしで行ける国っていうの,っていうのは、空港で実際、ビザが取れるってことも含めてね、ね事前にいわゆるお公のビザじゃないっていう場合だと思うんだよね、まあ、これはもちろんその、それらも含んでもやっぱ日本は一番だと思うんだけど、えー、あるんですで、その中で、まず、えー、とビザがない場合ね、ね、まあ、旅行会社に働いてもいいですが、ビザがない場合に、 あの往復で取る、基本は片道で取るとビザがありますかって聞くのは普通ですね、それはなぜかというと、ビザがないと、えー、片道で入った場合に向こうに入国拒否される可能性があるからですあそういったところの責任問題にもなりますので、そこらへんは聞いて、まあ、あとは自己責任という形になるわけだけど、えー、その中で今まで自分自身が海外で93カ国行ってね、えー、都市数で言うと400都市とか500都市ぐらい行ってると思うんだけど、 その中で入国、出入国を繰り返してきた人間としては、えー、基本的に、あのー、ビザが必要な国であれば、ね、事前にビザを取らなければならないところとかではあれば、必ずも往復は必要ですで、えー。もしくは E ビザとか、ねえー、ロシア、ウラジオストク言いましたね、E タスビザ、えー、オーストラリア、ニュージーランド、ETA とか、ね、カナダとか、アメリカ、エスタとかね。 えー、アメリカなど今厳しくなりましたよねだからそういったところに関しても昔より厳しくなってきて、まあ、基本的に帰りの航空券がないと厳しいものがあるんじゃないかなって感じはしますねだからそういったある程度そういう簡易ビザを取る場合電子ビザを取るような国も往復であった方がいいんじゃないかなって感じはしますただまあこの間ニュージーランド行った時に、えー、じゃあ帰りの航空券聞かれたかっては聞かれなかったし 今まで片道入国っていうのもね、それなりに結構してきました。片道入国に、ね、空路でもね。陸路の場合だと結構多いんだけど、空路の場合だと、片道入国っていうのはね、まあもちろん往復で取ってる場合と片道だけで入る場合は往復で取ってる方が多かったんだけど、あのー、基本的に一回も拒否されたことはありません。その中で往復で、えー、ということで、往復で取ってたから確かにいいんだけどね。で、もし例えばね、入国審査官次第って言ね、で、 例えば、お呂取った時も、じゃあ、到着してね、じゃあ、帰りの航空券あるかとか聞かれたかったら、聞かれないかったり、聞かれないことがあほとんどなかったです。ほとんどでもないんだけど、たまにあるんだけど、あまりないですね。まあ、ホテルがどこ泊まるのかって聞かれて、その証明書を出したりあるんだけどね。で、あるんだけど、そこら辺ですね。で、例えば、e、EU ね、えー、何度も今まで7回、8回行ってます。全部のヨーロッパの国に行きました。その中学生の時から数えて、UL パス、大学の時に買って、UL パスでね40、何十万かけたかなの時、あのときちょっと。 40万ぐらいかけたかな、1か月ぐらいで、で、40万かけてないから、30万ぐらいだったかな、で、えー、いやいや、40万ぐらいだ、航空券と u レ l パスと保険とねそう、そういうの含めれば40万ぐらいいったな、で、その中で、回っていく中でね、最初、例えばね、まあ、あの時は結構また厳しい時だったんだけど、でそれ以後何回も言ってますけど、u レ l パスで、ね、EU 諸国に入る場合ってのは、最初、シェン協定の国に入りますよそこから、じゃ出るところはどこかって結構聞かれますね。 その航空権にかかその国からじゃなくて EU の諸国どこから出るかっていうのを無事に、ね、言えればいいんですで、直近で言うと2年ぐらい前に、ね、ヨーロッパを襲した時に、えー、カタール航空でドーハから、えー、入ってねドーハ経由でイギリスの、えー、ロンドン、えー、ヒースロー空港に入りましたのでそこに入った時に言われたんですが、ねまあ、EU、今、加盟脱退してますか、えーあ、その時脱退してなかったかな、だからその時 EU に加盟してたんで、えー、その中でね、あのー 帰りの航空券に関してどこから出るのかって言われたんですねで、えー、自分はその時にカタールのドーハから、えー、だけ取ってたんですねだからオープンジョーみたいな感じで取ってたカタールのドーハからその時に、まあ、いろいろ聞かれましたよだけどうまくじゃあこれからこういうふうに言って、ね、ヨーロッパ回ってどのように言ってじゃあ最初に中東で飛行機で行ってこういうふうに言ってって英語で説明しましたので問題なく入りました、えー、他に例えばカナダ行った時もそうなんですよ、えー、その時は全日空でマイレージで行ってね全日空で、えー、マイレージで えー、羽田からバンクーバーまで、えー、全日空の便で取って帰りはオープン上国が違ってねサンフラから、えー、ユナイテッド航空 UA を使って関空まで行ったわけですその中でじゃカナダを出るものは持ってないですよねでアメリカから出るものは伝えたそれ聞かれたんですよ、その時はねでアメリカから出る航空機を持ってるって伝えて でその時はじゃあどういうふうに行くかって言ってね、まあ、1ヶ月これ取って、この間にじゃあどういうふうに行くかって説明したのこのあとカルガリに行って、バウンドに行って、ジャスパン行って、その後またバンクーバー戻って、ビクトリアって、ビクトリアから今、リクロで、回路で越境しようかと思ってるって言って、そこからサンフランシスコから最終的に帰るとは言ったんですね、だから、そこに関しても国を出るものは持ってなかったんだけど、まあ、うまくこう話をしてね、英語で、で、えー、問題なかったです。だから、英語が下手な人になると、なかなかそれが説明できなくてね。 でそれで入国拒否されるという事例もあるので、やはり英語力はしっかり身につけた方がいいのかなというのは思うところではありますね。はい、あとは、まあ、さっき言ったねビザが、ね、空,港で取れあと空港で取るようなところもそうですよね、空港でビザを取るようなところとかね、昔はバリもそうだったんだけど。 えー、そういうところは、基本的には、一応往復であった方がいいということですね。なります。うん。だからメキシコ行った時にね、メキシコ行った時はまあ、その時もまあ、行きに結構なんか心配されましたけどね。で、現地着いたら別に入国審査官が何か言ってきたと言ってこなかったですし、その後、メキシコからペルのリマまで片道で取りましたで。往復で取りたくなったってのは、そこからボリビアとかチリとかリクロで行きたかったんで、えー、その時に、結局、えー、最初聞かれましたよ。航空会社、あ、そう。 あの旅行会社で取ったんだけど、その時も言われたんだけど、いや、もう何かあったら自分の責任、まあ、自信がある,あるからって言ってね、英語で説明できるね、で、えー、その到着した時に何か言われるかなと思ったら、その時言われませんでしたね、うん、問題なかったです、だから、言われる可能性のほが低いんです、言われた場合にしっかりと説明、英語でできれば、まあ、入国拒否までいかないとは思うんですね、基本はね。 だけど、やっぱり運が悪い場合はそうじゃなくなる可能性もあるんで、そこら辺は、まあ、とにかく英語だけはちょっと早く身につけておいた方がいいんじゃないかなって感じはします。あとは、陸路回路とあって、陸路で越境する際っていうのは、まあ、基本的にはね、 あの、帰りのあれがなくても、基本的には大丈夫でしたね。陸路の時は。えー、あと、カイロに関してもそうですね。カイロに関しても特に何か入国して言われたってことはなかった。まあ、アメリカの時はちょっと厳しかったけどね。アメリカ入った、シアトル入った時は、シアトルから、じゃあ、どこ帰ればどこから出るのってねあの。いいチケットあるって言われて、出して、サンフラから。で、それでなんか冗談交じりで、これからシアトルから、そのシアトル終わった後はサンフラまで歩いていくのかなってね、このバックパックでね、って言われてね。面白かったんだけど。まあ、そんな感じです。 ということで、まあ、回答としては、まあ、東南アジア圏、ヨーロッパ圏、アメリカ圏ということでありますけどね、まあ、その中で、まあ、ヨーロッパなんかも、例えば旧速構成国は陸路でね、片道で入国で回ってましたから、えー、ビザが必要なところは、えー、必ず往復でないとだめですね、基本はね。であとは ETA とかね、そういったところ、えー、設けてる、会員ビザ、電子ビザ設けてる国に関しては、極力まあ往復だった方がいいんだけど、 えー、そうじゃないくても別に普通に入れることが多いと思うのでその中であれば英語でしっかりと説明できるようにしておくべきですね、はいまあ、ただね、ね、まあ、今まではいろんなところを国々行って特に帰りの航空券がちょっと見捨てって言われた実例としては少なかったんですねであともう一つ助言させていただきたいのは非常に厳しい入国審査官もいます入国審査,官の審査官のさじ加減、ね、もしくはこれを要求していくこともあるんだけどあの見てみて、ね、入りてないじゃない空港到着して。 じゃあ片っってちょっと不安にななりますよねでなんか厳しそうな感じの人いるじゃないですかそれは避けたほうがいいし時間があまりにもかかってる人いるそうする場合って結構見てるんですよなのでそれをあわりとささっていってるところに移動するんですねあの大体はまあここに行ってこっちに行ってって言われるのは大体自分に選べるので選べる場合はもう 空いてるところささっとなんかを置いてるようなところから行くといいんじじゃないかなかって感じがしますこれは上限でありますとということでね、今回、視聴者の方から、えー、質問という形でいただきまして、とひ言及してくださいということでいただきましたので、今回、えー、研究させていただきました。皆さんもね、えー、国内外旅行のこと、海外のこと、まあ、いろんなことありますから、その中で分からないことがあれば、このような形で回答させていただきたいと思ってますので、えー、何か、ね、質問がありましたら、よろしくお願いいたします。